回は支笏湖にあるレイクサイドヴィラ水明閣さんにお邪魔しました。ホテルに入った瞬間に静かで異空間です。まずはウェルカムドリンクをいただきます。こちらのホテルはワンフロア1階だけなので階段もないので、ご年配の方でも安心してお泊まりいただけると思います。ここはなんと言ってもこのロケーション、支笏湖レイクビューじゃないでしょうか。ではお部屋を見ていきましょう。まず玄関入ってすぐに洗面所があります。とても清潔感があって綺麗なんですよね。スキンケアも置いてましたね。これありがたいですよね。そしてタオルがあって、なんかすごく大きいドライヤーが、威力強そうなドライヤーがありました。そしてお手洗いがあって、綺麗なお手洗いでした。なんと言ってもお部屋に温泉じゃないでしょうか。こちらの支笏湖温泉は重曹泉といって、肌がツルツルになる美人の湯と言われてるんですよね。で、入るとすごくね、ヌルヌルするんですよ。そしてツル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 ってなりました。クローゼットにはガウンとナイトウェアが入ってたんですけれども、これすごくないです？クリーニングしましたっていう袋のまま入ってるので、とっても清潔感があって、これいいなと思いました。反対にはハンガーと下の方にセーフティーボックスがありました。そしてここにはこれなんていうの、コーヒーマシンっていうんですかね、とお茶が飲めるようなグラスだったりも置いてましたね。そして冷蔵庫にはこれドリンク入ってるんですけれども、無料でいただけるんですよ。ルームサービスもできるようでしたね。ワインだったりビールだったり、あと簡単なおつまみなんかも注文できるらしいです。そしてベッドサイドにはコンセントがついてました。そしてまたこれマッサージチェアがあるんですよ。すごいですよね。これもね、お風呂上がりね結構やりました。レイクサイドヴィラ水明閣さんは残念ながら12歳未満のお子様は泊まれないんですけれども、なんて言うんでしょうね、大人のためのお宿っていう感じで、とっても静かです。支笏湖は札幌から車で1時間のところにあるので、気楽に来れるところなんですよね。この支笏湖は不凍湖と呼ばれていて、凍らない湖と言われてるんですけれども、20年ぐらい前だったかな、この支笏湖もね凍ったんですよ。
そして振り向くとホテルがあります。夕食はイタリアンで全て北海道産のお料理がいただけます。こちらに来て一つ驚いたことがあって、スタッフの方全員が男性なんです。そして年代も40代から60代ぐらいまでのベテランの男性スタッフたちが接客していただいて、それがねとても良かったです。最初のお料理はかぼちゃのスープです。温かいポタージュで上に少しオリーブがかかっていて、とっても美味しかったです。こちらも千歳の坊ちゃんかぼちゃを栽培している農家さんから取り寄せたらしいです。美味しい。続いてはカレイのカルパッチョなんですけれども、こちら松川ガレイといって、これカレイの中の王様って言われてて高級魚なんですってね。私も知らなかったんですけれども、すごくね淡白で臭みもなくて本当に美味しかったです。こちらはギンポというお魚なんですけれども、私初めて聞きましたね。江戸前では天ぷらにしてよく食べられるそうなんですけれども、白身で淡白なお魚で、何のお魚に似てるというと、なんだろう、ちょっと表現が難しいんですけれども、すごくこちらも美味しかったですよ。大きいアサリ、根室さんだってすごいね。イタリアンなのでパスタですよね。私パスタ大好きなんですよね。見てください、この大きいアサリ、これ食べ応えありましたね。あんまり見たことないかも、こんな大きいアサリ。パスタが2品続くんですね。こちらのパスタはすごくね太い、うどんぐらいにちょっと太い感じので、でももっちもちですごく美味しいです。メインディッシュは浦臼町の陣内ファームの赤牛のサーロインの炭火焼きでした。蝦夷わさびが上にかかっていて、すごく山わさびと合うんですよね。すごくジューシーで美味しかったです。
最初から最後まで全て北海道産っていうのはちょっと驚きましたね。多分ね、なかなかないんじゃないかなと思います。で、私ね、ちょっと上から目線なんですけど、ただものじゃないなと思ったんですよ。で、調べてみたら、丸山に以前あったオッチっていうイタリアンレストランのシェフの方が作ってらっしゃるんですね。あくまでも私個人のお気に入り度合いでお話しするんですけれども、以前最初の頃に動画にしたチミケップホテル、北見の方にあるチミケップホテルさんがとってもお気に入りだったんですね。でも遠いんですよちょっと遠いんですよね。でね、このレイクサイドヴィラ水明閣さん、私ちょっとね、一番かなと思ってしまいましたね。決してお安いお値段じゃないので、そうそうね、いけるものではないんですけれども、いやー、素晴らしいです。本来は夕張メロンのソルベだったんですけれども、私ちょっと果物アレルギーがあるので変えていただいたんです。本当に細かくチェックしていただいて本当にありがたかったです。デザートまで北海道産に気を使って、いやすごいです。もう本当最後まで全て北海道産でした。水明閣さんには大浴場がないので、その代わり貸切露天風呂が1時間無料で入れるプランだったのかな。今から露天風呂に行ってきます。この朝食はマルコマ温泉さんで作られて運ばれてきてる朝食なんだそうです。普段は朝食いただかないんですけれども、もりもり美味しくいただきました。今回レイクサイドヴィラ水明閣さんのお値段は1泊2食付きの料金で 49,445 円だったんです。で、全国旅行支援の割引がついてこのお値段だったはずなんですけれども、それプラス 2,000 円のクーポンがついてました。小さなお宿が好きなので、これからも小さなお宿のご紹介ができればなと思っています。ありがとうございました。